で、ちょっと誠治先生の。ちょっとほんなら、こういう形で書きましょうか。さっきも言った感じでね、まず全体的ななんとなくの雰囲気を。ちょっともうちょっと声張っていただいた方が。あ、なんとなくの雰囲気をね。そうですね。まず、眉毛で彼の顔の角度を決めてしまうね、こう顔の角度をで、こう顔の角度を決めてしまって、で次鼻、ああ、ないですね。で口、ちなみに先生、絵を描き始めて大体何年ぐらいでしょうか。何年ってもう何十年も書いてるんじゃないですか。30年ぐらい。18、あ、30年も過ぎてるか。もう過ぎてます。だってもう53やからね。だ、そういう意味ではさっきのデッサなんかはもうすごくやってありますよね。いや、そうでもないですね。あ、そうやってる。あんまり好きじゃないんですよ。僕の場合はもう想像で描く方が好きなんで、まあこういう感じにすれば、なんとなくこれでイメージがね、イメージがね、ね、ちょっと前の違う、間違えちょっと鉛筆なんで見づらい人もいるかもしれませんが、大体こんれな感じです。筆で描いてみましょうか。一回ちょっとペンで筆でスね、ラッと最近筆が誠先生のペンさばきを見ていただく意い味や、ペンさばきっていうか筆なんですけどね、最近筆が好きで、で、あと誠治先生の絵をもっと見た人はもうホームページとか、ちょっとこちら側のホームページにも見本を出していきますが、たくさん載ってますね。いや、そうですね。日誌というところでしたっけ、そこにかなりいろんな見本が入ってますんで、いろんな描法というか書き方があるのと、誠治先生が使ってる筆記具の数々が解説入れて入ってるんで、一回見てみてください。かなり勉強になると思いますね、漫画家志望とか絵の志望の方は。こう筆だと何て言うんでしょう、それは先生、何筆？これはゴシックの破風天照堂っていうとこなんですけど、倒産しました。あ、今売ってないですね。売ってないですね。この筆が一番描きやすいんですけど、もう特何、にね、筆が何作ってはるかっていうのちょっと聞きはる人がやっぱ多いんでこの筆はもうないですね。この世に存在しない。よかったんですけどね。まあこういう感じでね。で、それ、ごめんなさい、それは黒インクですか？これはね、ナノインクキワクロっていうやつですわ。セーラーが出してる非常に細かい粒子のインクです。それは、日本だけで売ってる。そうですね。万年筆にも入れれるぐらい、千両ぐらいの細かい粒子の顔料インクなんですよ。その当たりなく書けるようになったのは大体いつ頃でいらっしゃいますでしょうかね。この当たりをね、なんかつらつらと。大学生ぐらいの時。いや、そんなことはないですよ。もうごく最近じゃないでしょうか。漫画家商売始めてからって。なんかこんな人おったよね。やっぱさすがにスラスラと書かれて、さっきのちょっと K さんの説明の時あったように、まあ、全体のバランスと体の向け方ですよね。そうですね。こう意味が出てくるという、こういう雰囲気の女性を描きたいなといと、う。サインを念のためにちょっと入れておいてくださいね。
あと他の、あのネットで探すときに、検索するときはザ・セージでいいんでしょうか。はい、これちょっとあの後でスーパー入れますが、まあこんな感じで、だいたい今でだいたい5秒ぐらいで書いてありますね。5秒、5秒、5秒、あ、ごめんなさい、間違えました、5分ですね、5分ですね、はい、5分です、はい、どうもすいません、ありがとうございます、はい。